左手肘の位置がお腹の側面よりも後ろに引っ込んじゃってることが多いです。こういう風に簡単にぐらついてしまいますが、これはですね、脇を締めて肋骨の下あたりまでこう肘を前に出すと、僕のルーティーンを紹介します。皆様こんにちは、ギター講師の豊川優也です。本日は基礎トレーニング編をやっていこうと思います。ギターを始めた方は必ず一度ぶち当たる悩みがあります。例えば自動車の免許を取りに行ったら、誰もが縦列駐車の難しさにぶち当たりますが、同じようにギターを弾いたら共通でぶち当たる大問題があります。それは小指言うこと全然聞かへん問題。これ結構深刻ですよね。例えばこういう風な速いフレーズを弾きたい時に、小指と薬指が同時に動いてしまい、こういう風な感じになってしまったり、この2本指の言うことの聞かなささに本気でうんざりとしてしまうという方多いのではないでしょうか。ギターを始めるとほとんど誰もが経験する悩みで、僕のところに習いに来る方も悩んでいる方大変多いです。僕自身同じように悩んだことありますし、今でも欠かさず毎日トレーニングをしています。そんな小指が言うことを聞かない症候群、リトルフィンガーシンドロー、この症状から一刻も早く脱出したいという方、今回は前半にフォーム面、後半には実際に効果のあるエクササイズを紹介していきたいと思います。僕が毎日やってるエクササイズもご紹介します。今回の動画がそんな悩めるあなたの一つの道しるべになれば嬉しいです。このチャンネルでは皆様のギターの世界をより広げ、より自由で楽しいギターライフを送っていただくという目的で活動しております。ぜひこの機会にチャンネル登録していただき、僕と一緒に日々楽しいギターライフ過ごしていきましょう。また最近僕自身のオンラインレッスンを立ち上げました。僕に直接ギターを習ってみたいという方は概要欄オフィシャルホームページよりお待ちしております。7月いっぱいまでにご予約いただいた方にはプレオープン期間の割引料金でご案内することができます。それではですね、リトルフィンガーシンドローム克服メソッドやっていきましょう。今回も張り切ってレッツゴー。それではですね、まずフォームの確認からしていきましょう。まずですね、小指が言うことを聞かなくて悩んでる方のフォームからいきます。はい、これが言うことを聞かないフォーム。小指頭の向きを見てみてください。ヘッド側を向いていますよね。そのため薬指と小指の距離が極めて近くなっており、この2つが分離して動かない、常にこう同時に動いてしまう、こういう風な悩みを抱えている方多いです。まずこれをですね、小指がよく動くフォームにしていきましょう。こういう風な症状になるには様々な要因があるんですが、大きく分けると4つです。左手肘の位置、ネックの角度、手のひらの向き、親指の位置。今説明した左手の肘の位置とネックの角度、これは同時に改善する問題なので、まずはここから修正していきましょう。まず小指が言うことを聞かない、指が全然開かないよって悩んでる方は、左手肘の位置がこういう風にですね、お腹の側面よりも後ろに引っ込んじゃってることが多いです。さらにその上でギターのネックが体に対して平行に近い角度になっています。これだと絶対指動かないんですよ。というかもうこれ以上指開きません。上から見るとこんな感じで、人差し指の頭がボディ向き、小指の頭がヘッド向きになっていて、指がこう閉じてく方向のフォームになっています。こういう感じで、まるでこの4本指の中心に小型ブラックホールでもあるかのような感じで、4本指が中心に吸い寄せられ絶対に開かないフォームになっています。これを指が開いてよく動くフォームにしていきます。はい、このフォームですね。まずネックの角度、体に対してかなり斜めになっています。真上から見るとこういう図になっています。その上で体の後ろまで下がっていた肘を前に出していき、だいたいこの肋骨の下あたりまで前に出しましょう。ファミレスの店員さんなどがたくさん料理が乗った重いトレイを持つ時のフォームと一緒で、脇を締めて肘をお腹にくっつける。例えばですね、この肘を後ろに下げた状態で左手の手のひらを押すと、こういう風に簡単にぐらついてしまいますが、これはですね、脇を締めて肋骨の下あたりまでこう肘を前に出すと、多少右手で強く押してもびくともしないような安定感が出てきます。スポーツなどをやってる方は結構こういうフォーム馴染みがあると思います。あらゆる場面で運動パフォーマンスを上げるフォームですよね。ギターでもこれが有効です。という感じで、この状態でギターを構えたら自然とネックの角度が体に対して斜めに入ってるはずです。ではですね、次この手のひらの向きに注目していきましょう。まず絶対に指が言うことを聞かないフォームがこちら。
いくらギターの角度を良くしたからといってこの形になってると、人差し指と小指が内側に向き合っているため中央に小型ブラックホールが発生、全ての指が中央に引き寄せられてしまいます。マジで指が動かない&開かないフォームです。チェックポイントは2つですね。手のひらの向き、そして親指の位置。それでは指の動くフォームに戻していきます。いかがでしょう。なんとなく上手い人っぽい左手のフォームになってますよね。まず手のひらの向きですね。動かないフォームはこういう風にネックに対して完全に平行に向かっています。さらに小指側の手のひら、ここの部分ですね、ここがネックに近づいているため、どう頑張っても小指がこう内側を向いてしまうんですよね。これを手のひら、小指の付け根部分をですね、ネックからちょっと離していきましょう。手のひら全体が若干ボディ側を向いているフォームです。そうすることで小指の先端が先ほどこう内側を向いてたところをこう上向きにすることができましたね。さらに3弦あたりまで降りてくると若干ですがボディ向きを向くようになります。これがよく動く指のフォームですね。さらにですね、次親指に注目してみましょう。親指に関してはこう握り込んで弾くシチュエーションも多いんですが、小指をよく使いたい場合、指をよくこう開きたい場合は基本的に下げます。ネックの中腹あたりまで下げたら、人差し指より若干ボディ寄りに置くようにします。今人差し指がここにあり、中指がここにあります。人差し指と中指の間ぐらいに親指が来るようにしています。これがですね、こう人差し指よりヘッド側に来てしまうと、また指全体がですね、こう内側を向いてしまうんですよね。ブラックホール現象が起きてしまいます。なのでですね、この親指の位置に気をつけていってみましょう。ネックが透明だった場合、こういう形になっていますね。だいたい人差し指と中指の中間ぐらいあたりに親指を持っていくとちょうどいい気がしますね。このあたりは人それぞれ手の構造が違うので、ちょうど良い場所を探してみてください。という感じで指がよく動くフォームができてきました。この手のひらの形を僕目線から撮った写真を貼ります。こういう感じの形になっています。ぜひ参考にしてみてください。はい、という感じで前半はフォームについてやっていきました。特にギターを構える角度、初心者のうちはどうしても左手をガン見しながら弾きたくなってしまいますので、そうなるとですね、ついついこの肘を後ろに引いて指板が見えやすいように自分の体の方にネックを引き寄せてしまいがちです。この癖を直さない限り絶対に指は動きません。左手が見たいという場合はネックを寄せるのではなく、ネックは斜め、そして少しね後背に構えて自分の顔をネックに近づけてこう覗き込むようにしましょう。最初はどうしてもこの体勢疲れると思いますので、こまめにですね背筋を伸ばすストレッチを忘れないようにしましょう。それでは後半戦ですね、エクササイズ編やっていきます。後半に移る前に一つ告知をさせてください。8月5日土曜日、原宿ラドンナにて僕のアーティスト活動復帰ワンマンライブを行います。ライブに向けて新曲を書いたりコンディションを整えていっておりますので、当日は最高の一日にしようと思います。予約は概要欄の予約フォーム、もしくはお店に直接電話、または僕の SNS の DM でも受け付けております。皆様とライブ会場でお会いできるのを楽しみにお待ちしております。それでは後半戦、エクササイズ編ですね、気合を入れてやっていきましょう。最近毎日ねめちゃくちゃ暑いので、今日はアクエリアススパークリングで気合を入れてみました。これ初めて飲みましたが、すごい爽やかで美味しいですね。はい、それではまず一番有名な小指を鍛えるトレーニング紹介していきます。プロアマ問わず指がよく動く人は大体やってるトレーニングですね。まず4本指を1本ずつ1弦5フレットからこう順番にくっつけていきます。この状態ですね。そしたらこの状態で小指トリル、薬指と小指を使ったトリルの練習ですね。さらに薬指を離した状態で今度は中指と小指を使ったトリル、これを練習します。他の弦はノイズが鳴らないように右手でこういう風にミュートをしています。はい、これ最初かなりきついです。まずこの小指でのハンマリングがきついことが多いですね。もし小指でハンマリングならないよという方はピックを持って小指でピッキングしてからプリング、こういう風な練習にしましょう。十分に小指が鍛えられてきたらそのうちハンマリングになるようになってきます。
徐々に左手疲れずに弾けるようになってきます。筋トレのようなものですね。例えば普段全く筋トレをしたことがない方がいきなり腕立て伏せ50回連続でやれと言われても、まあできないですよね。10回ぐらいでギブアップという方も多いと思います。ですが最初1日5回でもいいので毎日継続して徐々に回数を増やしていく。そうするとそのうち腕立て50回も楽にできるようになってくるんですよね。それとこのトレーニングも全く同じです。最初はもうガチガチに力入っちゃって辛いと思います。まあ、こんな感じになっちゃうと思います。毎日数回ずつでもいいので無理のない範囲で継続していく、これが大切です。ある程度慣れたらメトロノームを使うようにしましょう。最初はテンポ80の8分音符あたりから始めてみてください。この時タイマーを使って10秒継続したら少し休憩、また10秒継続したら少し休憩、これを繰り返すようにしていくといいです。力が抜けてきたら徐々にスピードを上げていきましょう。継続時間も長くしてみてください。ちなみにこのトレーニング僕のルーティン方法を紹介します。テンポは90、5分のアラームをかけ16分音符からスタート。次6連符チェンジアップを繰り返します。アラームを見ながら30秒間繰り返したら10秒お休み、そして指を変えて30秒間繰り返し、この5分間のルーティーンを毎日1セット、余裕があるときは2セット行っています。ぜひ参考にしてみてください。それでは次のトレーニングいきます。このトレーニングは以前ツイッターで上げて結構評判が良かったトレーニングです。まず人差し指を前弦ミュートの状態、上までグッとまっすぐ上げて前弦を触れてる状態にします。フレットはどこで弾いちゃってもいいんですが、9フレットからスタートして10フレット、11フレット、12フレット、このあたりが最初一番使いやすいかと思います。この状態でまず中指小指で弾いていきます。さらには小指薬指、ピッキングは常にオルタネートピッキング、なるべく同じ音量になるように意識しながら弾いていきましょう。特に小指の後の薬指、ここですね、ここがマジで音潰れやすいです。しっかり気をつけていきましょう。ここまでできてきたらですね、5つのパターン試してみます。3弦と4弦を使ってパターン1、パターン2、パターン3、パターン4、パターン5、これらのパターンをランダムで変更しながら弾いていきます。3弦と4弦からスタートをして慣れたら2弦と3弦、5弦と4弦、中指と薬指で行った後は小指と薬指でも行いましょう。この2弦と3弦を弾くときにどうしても6弦のミュート外れちゃうことあると思うんですが、そこまでシビアにならなくてもいいです。この2本指がしっかりと綺麗に音が鳴ってれば OK。 これも最初ゆっくりのテンポでいいです。テンポ80の8分音符、このぐらいからスタートしてみましょう。動かない場合はもっとゆっくりに下げちゃってもいいと思います。とりあえずこれを3分間続けて弾いてみてください。3分も持たないよという方は途中に10秒くらいの休憩を入れながら弾いちゃっても OK です。慣れてくればそのうち3分間継続できるようになってきます。これも先ほど話しましたが筋トレと一緒ですね。僕のルーティーンを紹介します。テンポを110に設定してアラームは5分に設定します。まず中指薬指6弦からスタートをして、1分弾いたら今度は5弦4弦に移動、また1分弾いたら
3弦4弦に移動。これを1分交代で2弦1弦まで行って終了です。弾き切ったら次は小指薬指で行います。同じように1分ごとでチェンジして5分間。1弦2弦とかを弾くときは人差し指はだいたい4弦ぐらいまで下がっていますね。この状態で弾いちゃって OK です。こういう風にですね、中指小指薬指小指を5分間行い1セット、毎日これを必ず1セット、時間に余裕があるときは2セット行うようにしています。このトレーニングを行うと、例えば先日アップロードしたチャルダッシュのフレーズ、こういう16分音符のフレーズが整ってきます。左手のコントロール力が爆裂レベルアップですね。マジでおすすめのエクササイズです。ぜひ毎日のルーティンに取り入れてみてください。以上2つがですね、毎日行うと小指が超動くようになるトレーニングですが、他にも小指を使うコードチェンジを練習するのもおすすめ。この形のメジャー7があります。5弦5フレットルートの D メジャー7でやってみます。小指で5弦押さえたら薬指で4弦、人差し指は2フレットをこう制覇しています。6弦は人差し指の頭でミュートした状態ですね。この形のメジャー7、実はローコードの C メジャー7と全く同じ形です。この形のこのナットの役割を人差し指が行っていると思ってください。なのでこれを持ち替えてそのまま移動する、こういうタイプですね。例えば他のコードを押さえてからこの形のメジャー7をパッといく練習、こういうのもですね、この小指と薬指分離させるのにとてもいい練習になります。おまけになんかこのコードサウンドめっちゃオシャレですよね。積極的に使えるようになるとかなりオシャレなギタリストになります。これもよろしければぜひぜひ練習してみてください。はい、という感じで今回はギタリストなら誰もが一度ぶち当たる問題、小指全然言うこと聞かへん問題、これの解決方法をフォーム、エクササイズ両方の面から処方箋を出しておきました。とにかく小指って日常生活で単独で動かすことが極めて少ないので、そもそも単独で動くような構造になってないんですよね。なので最初は動かなくて当然なんです。それを諦めずに根気強く鍛えた人のみが指板上を踊るような鮮やかなフィンガリングを使いこなすことができます。ぜひ今より一つステージを上げるためにも小指とお友達になりましょう。このチャンネルではこういう風にギターの上達に役に立つ情報を毎週土曜日16時にアップロードしております。皆様ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回の動画が楽しかった、役に立ったという方はグッドボタンで応援していただけると大変励みになります。先ほども告知しましたが、8月5日の僕のワンマンライブですね、最高のライブにしますのでぜひぜひ楽しみにしていてください。 Twitter 等の SNS は概要欄にリンクありますので、興味ありましたらフォローよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。